エリースチャレンジの始まりです。ここにはエディ本人が来ています。エディ、こんにちは。どうも。はじめにラウンド1のレーサーですが、印象は？ドイツもサイコだな。それは全員相手にならないと。ああ、終わってる。なるほど、さすがにエディ。口数は少ないけど、きつい意見でした。では皆さん、検討を。はい、ということで先ほどは申し訳ございませんでした。エディチャレンジね、パート1の方が声が入っておらず、先ほど気づきまして、チャレンジ2からですね、実況やっていきたいと思います。ということでこちらエディのスプリントバトルスリーパーシュートアウト、こちらをやっていきたいと思います。で先ほど3人でクリアしたんですけれども、あまりにも敵が弱かったので、まあ86でやってみようということで86でやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。まあここら辺だったら86でも全然多分余裕でしょう。みんな並んで飛ばすわよ。じゃあ行きますよ。さっきの3人と大体半分ぐらいの馬力ですね。やっていきましょう。待って、86でもついてこないの？500馬力ぐらいしかないんだけどな。これはなんかもうチューニングしてない車でようやく張り合えるレベルの車たちじゃないか。あーったったった。ちょっとね、この車今ドリフト気味にしてないから、グリップ走行86だからちょっと厳しいかな。ちょっとドリフトやりたかったな。ドリフトセッティングでやってくればよかったんですけど、ちょっとね違いましたね。これは86グリップにすると全然曲がんないんですよね。これが要注意点ですよね。ほんと86はドリフト、若干ドリフト仕様の方が早いかなという、まあ好みですけど、自分は86はちょっとドリフトの方がいいかなっていう。
あぶれ。やっぱね、ああいうとこはドリストの方が早く抜けられるんだよ。ドリストとグリップの間をね、調節してやらないと。リードコスピード結構セッティングがね、今回こだわっててね、結構いいっすよね、ほんと。ちょっといじるだけでも全然走行性能が変わって楽しくできてね、それに関してはね、素晴らしいと思うんですけど、皆さんはどうですかね、やってる方は。セッティングとか結構いじってんの楽しいんですけどね、自分は。というか、早え、これ86かよ、ほんとに。うわー、速い速い。260キロまでいったら確実にあれだもんね。86じゃないもんね。はい、ということでね、まあ、余裕で1位だね。はい、ゴール。やったやった。まあ余裕ですね。2分7秒。速いわ。綺麗なままでゴールするのが久々だね。いや、よかった。とりあえず。クリアしたからもう一個ぐらいやろうかな。次チャレンジ3やりますか。じゃあ次チャレンジ3行きたいと思います。メリッサから電話が。メリッサよ、私あまり驚かない方だからびっくりしたわけじゃないけど、ここまで来たあなたの走りは大したものだということは認めるわ。次のバトルをアップしたからアプリをチェックして。はい、あれです、エディのミッションに、参加する場合はですね、このマップだと多分出てこないんじゃないかなと思うんですけど、まあ出てますね、出てるんですけど、簡単なのが、こちらですね、エディチャレンジっていうこのやつからマップを位置を表示ってやって、そうするとここに出てくるんで、まあ、ここにマップセットするなりして、自分で向かっていただくって形ですね。ということで、またね、ここはスキップで着いたらまた動画スタートしたいと思います。ではスキップします。はい、ということでね、こちらエディタイムアタックベビーステップやっていきたいと思います。早速ねやっていこう。さあ今回はタイム的にはどういう感じなのか。早速ね、86がボロボロだ。いや、途中来るときで大事故やっちゃってね、ほんと2度4スピードでね、大事故を起こすともうニュース沙汰になるんで、はい、気をつけてください。できるだけイン側を攻めて、できるだけ短くしなきゃいけないから。42秒か。事故ったしかも。いやでも今のでも42秒か。42秒でどうなんだろう。1になるのかな。ああ。でも今のところ一応1位なんですけど。スピードが乗ってくるとね、こいつら速いんだよね。さあ、こっからスピードを乗っけて、できるだけ速くあそこを貫通というか抜ける。ここをできるだけ速く抜ける。抜けて、ここも早く抜けて、ここでちょっとドリフトをしないで曲がってみる。あー、外に膨らんじゃあかん。いけるかよ、いけるか、いけるか。どうだ、更新してくれ。 OK、 更新。何秒？
0.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 0
オッケー、いいよいいよ、勝てるんじゃね、勝ててほしい、勝ててほしいってなんで、うわーこれで勝てなかったらマジ泣いそうなんだけど、あと18秒か、本当に頼む、いやーこれで勝てなかったら本当まずい、あ、やべ、あ、どうだろう、更新されてない、どう、よし、あ、危ない、39秒取ればこのゲームは勝てる、よしあっぶねー、やっぱミニサーキットシリーズはなかなか難しいところがあるな、本当に。はい、ということでね、3もクリア、オッケーですね、メリッサよ、あなたなかなか頑張るじゃない、次のラウンドをアプリにアップしたからチェックして、それじゃバイバイ、ありがとう。はい、ということでね、今回はねちょっとアップデートに入ったですね、エディチャレンジ3種類をね、クリアしてみました。まあまだね前半だから簡単かと思います。ですね、友人曰く10以降がとりあえず鬼畜らしいので、そこら辺もねちょっと解説していけたらなと思います。ということでここまでご視聴いただいた皆さんありがとうございました。次回ねエディチャレンジ続きまたやってきてと思います。ということで、ね、もしよろしければチャンネル登録高評価その他もろもろお待ちしております。PC の方はね、画面中央の、この後出てくるですね、画面中央の、チャンネルボタンをですね、クリックしていただければと思います。スマホ、携帯機器からの方はね、画面を縦にしていただいて、下の方にありますチャンネル登録ボタン、または概要欄にある URL を押していただき、そこからチャンネル登録をお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録。PC からは画面上のアイコンをクリック。スマホ、携帯機器からのチャンネル登録は下のアイコンからよろしくお願いいたします。では次回の動画でもお会いしましょう。